モンゾーラで胎児を育てています。前回ビババンゴの襲来で胎児は破壊され、マギールを失いました。悲しみに暮れる中、かつて胎児であったものと出会い、再び胎児を一から育てることになりました。ではやってみましょう。もう一度ドルトンに話を聞いておきます。我が輩たちはまだ建築には慣れておらん。そこでお主から手本を示してほしい。設計図にある大木の樹皮はリリパッドの住む密林で、密林の木を破壊せねばならぬ。うん、そうだったな。そうだな、大木の樹皮は40個ほどあればお手本部分の建材としては十分であろう。大木の樹皮40個。では大木の樹皮を40個集め、設計図の位置に全て置いてくれ。はい。青犬がまずはここにですね、ここの白い部分、ここに、大木の樹皮を40個置けば、みんなが建築を始めてくれると、そういった話になっています。はい、これが設計図ですね。かなり複雑です。これを青犬本人で、作るとなるとかなり難しいと思いますが、そこは仲間が作ってくれるということになっています。では多くのトマト園に行き、そこからワープして密林で大木の樹皮を集めてきましょう。はい、多くのトマト農園です。ではこの奥ですね、密林の方に行き、大木の樹皮を取ってきます。すぐです。はい、湿地を抜けました。ありますね、大木、これを破壊すれば大木の樹皮になります。はい、大木の樹皮46個です。はい、達成しました。簡単です。では戻りましょう。ドルトンに報告に行きたいと思います。いました、ドルトンです。ドルトン、樹皮集めてきたよ。うん、同じことを言いますね。ということは設計図に自分で40個樹皮を置けばいいということですね。じゃあ早速置いてみましょう。上から、はい、置いていきます。はい、最初の樹皮40個を設置しました。ドルトンが来ました。うおー、青犬、うん、やったぜドルトン。設計図の場所に40個の大木の樹皮を置いてくれたのだな。ああ、うむうむ、このように置けばいいのか、これでわかるのかい。青犬さんが家を作るのは見てきましたが、自分で作ろうと思ってみたのは初めてです。うん、そうか、シャコ、お前も見ててくれたんだな。みんなに伝えてくれ、いかにしてブロックを置き建物の形を作り上げていくか、これでよくわかったぞ。青犬さん、お、ポンペか。お、ああそうか、こいつらは材料を取りに行ってくれてました。別のポンペか。はあはあはあ、胎児を作るための素材集めてきたっすよ。俺たちの血と涙と、血と汗と涙の結晶。うん、教えてくれよ、お前たちの結晶とやらを。全部この収納箱に入れておくっす。ほうほう、収納箱を用意してくれて、そこに材料を入れてくれるっていうことかな。青犬殿、私は残りの大木の樹皮と設計図にあった大木の葉を集めてきました。大木の葉もすごい楽だな。全部みんなで集めて、で作ってくれるってことか。私は青犬様の真似をして木の階段を作ってみたんです。ソフィー、お前女の子だよね。そんなことできんの。他にも胎児の完成までに必要であろう素材は全て集めてきました。助かる。全部収納箱にお入れしますね。ありがとう。何から何まで至れり尽くせりだね。俺たち素材を集めてみてよく分かったっす。青犬さんがいかにすごいことをしてきたか。グフッ。どうしたポンペ。あ、そんなに重労働だった、ごめんな。ドアハハ、皆の者、よくやってくれた。これだけ素材があれば設計図を完成できようぞ。ドアハハ、青犬、よくぞ胎児作りのお手本を見せてくれた。これで我が輩たちも建築を手伝えるぞ。我が輩たちは設計図と素材さえあればお主の建築を手伝うことができる。お、すごい楽になったな、これは。ただし建材がなければ建築を進めることはできぬ上、注意してくれ。そして胎児を作る建材は全てポンペたちが集めてきてくれた。あとは安心して任せるがよい。うん、我らの手で胎児作りが進んだら設計図の置くべき場所にお主が持っている命の原木を置いてくれ。
命の原木、うん、そうすれば最初の設計図は完成だ。リズカ、無事に胎児を作り上げることが私たちの一番の願いだけど、うん、ここまで来た以上教団をやっつけることもみんなの願いよ。そうかリズ、お前も敵を討ちたいんだな。青犬、指導改めてよろしく頼むわね。そうだな、マギールの敵を討ってやろうぜ。達成。命の原木はかつて大樹だったもののあの原木だな。ドアハハ、これで我が輩たちが建築する準備はできた。やるぞ皆の者。お主たちが素材を集めてくれておった間、我が輩がしっかり青犬の姿を見ておいた。そうか、そんな見てたかお前。さあ我が輩に続け、い皆で新たな大樹を作るのだ。えいえい、うおの意外にドルトン指導者っぽいな。住人がビルドに目覚めた。住人が設計図を組み立てるようになった。設計図の材料を収納箱に入れておくと自分の代わりに組み立ててくれるのだ。すごい楽すごい楽ですね。本当なんかみんなトントンカンカンやっとるわこれ俺は見てればいいのかな。じゃあ、うん、よろしくお願いしますよ。あ、なんか光が出ながらちょっとずつボコボコって出来上がってっとるわ。うんうん、突然生えてくるんだねこうやってで収納箱はどこにあるのかな。これかな。そんな大木の樹皮が何十とかあるようには見えませんが、どこだ。収納箱は別の場所にあるのかな。いやでもここから撮ってるっぽいな。うん、指導も建築してくれてんのかな。どこだ、みんなどこから撮ってるんだ。あ、これか、収納箱ここだね。うんうん、うん、なるほど、材料はこうやってもう集めてみんな揃ってるんだね。よし、暇だな。こう作らないという暇さという辛さ、何をしていればいいんだ。青犬は何をしていればいいんだこの間。とりあえずみんなが収納箱を取りやすいようにこの邪魔な木をどけておきますか。じゃあどれぐらいできたのかな、少し見ておきましょうなんかえらい組み上がってますけど早くないですか皆さん早いなお前ら。青犬より全然ものづくりうまいな。いつの間にそんなビルド力がどんどんボコボコできてきますよ。なんか魔法みたいにそこ触ってないところが盛り上がっていますこれは楽だ。どこまで行くのかな。お、真ん中に何かちょっと土っぽいものが出てきましたね。ここは何かポイントになる場所なのかな。止まりましたね。うん、みんなトントンやってますが、村にババンゴの実が湧いて、あ、また始まりました。その前にババンゴの実が湧いたのでそれを駆除していきます。ババンゴの実は駆除できたのでちょっと上の方を見に行ってきます。はい、命の原木がないじゃん。ほう、命の原木がないとみんな言ってますね。命の原木、1分の0になっているものですね。どこだ場所は。あ、これ選択すればいいのか。あ、はい、この一番上のここの部分ですね。ここに命の原木を置けばいいようです。命の原木を置いてみましょう。
あ、今は手に持ってないですね。持ち物の中にあるでしょう。ん？どこだ？整理すると、あ、出てきましたね。左のここです。はい、命の原木、確かにこれをここにセット。何も起きない。違いますね。これは命の原木が1分の0になって、これは何を置いたのかな。なんだこれは、今持ってるのは、木材の壁を持ってました。間違えましたね。命の原木はもう一度持ち物を見て、これと入れ替えましょう。いらないものと、なんか、どれがいいかな。これでいいか。よし、では命の原木を改めてセット。胎児の設計図1が完成した。はい、やりました。まずは1つ出来上がりました。ハイタッチ。うん、なんかミミズが下で喋ったそうにしてたので、そろそろ喋ってあげましょうか。マギールさんが言ってたっていう、胎児にさらなる力を与える方法って一体何だろうね。一つ思い出したんですが、かつてのビルダーさんが作った胎児は3色の花で彩られていたらしいんです。3色の花で彩られていた。ひょっとすると私たちが作ってきた作物のように花も胎児に力を与えていたのかも。ふんふん、ミミミ、3色の花、ひょっとしたら三色島と関係あるのかな。ほう、モンゾーラには胎児があった小島以外に3つの小島があって、3つ合わせて三色島って呼ばれているんだ。三色島、うん、三色の花、三色島、ひょっとしたらそこに胎児に力を与える手がかりがあるかもしれませんね。よし、ミミズ、話すんだ、知ってることを。三色島のうちの一つは、僕の巣があった場所から東に行くとある岬から行けるはずだよ。お前と出会った場所から東の岬な。まずはワープを使って大ネズミの丘に行ってみて、そこにいる大ネズミにも話を聞くといいよ。あ、そしたら行き場所がわかるんだな。ではお願いします、青犬さん。わかった。三色島の一つに行って、新しい胎児に力を与える手がかりを見つけてきてください。お安い御用だよ。よし、じゃあ行ってくるぜ。はい、やってきました、大ネズミの丘です。じゃあネズミに話をして聞いておきましょう。なんでちゅって、あなた三色島に行きたいんですか。ああ、そうなんだよ、教えてくれよ。三色島の一つなら、まず僕の見つめる先、ここから東へまっすぐ行くっちゅ。うん、砂の道が途切れたら白い岩の山を登って左に進むっちゅ。ふんふん、その先にある岬から風のマントで飛べば三色島の一つに行けるっちゅよ。うん、もし三色島に行けたら長老によろしく伝えてくれっちゅ。わかった、伝える。東の岬、はい、あのマークのあるとこですね。では行ってみよう。はい、着きました。岬の先端です。この先ですね。このさらに東に小島がある様子、正面に見えています。名薬の白き花は大地の安らぎ、安らぎは岬より先の地に。うん、じゃあそこに飛びましょうか。はい、よし、頼みますよ。うん、なんかクエスチョンが出てますね。あのネズミに話しておきましょう。到着。チュチュー、人間じゃないか。よくこんなところまで来たな。ああ、大変だったよ。人間がここに来たってことは、うん、どういうことだ。長老様、長老様、人間ですぜ。人間が来やした。さあ人間、奥にいる長老様のところに行きな。話はそれからだぜ。わかった、行ってくる。長老はこのでかいやつかな。よく来たな人間よ。うん、はるばるやってきました。チュチュチュ、そなたビルダーであろう。言わずともわしにはわかる。そうか、ビルダーがこの地に来たということは、古い迷惑の種を渡すときが来たようだな。古い迷惑の種、うん、それだよ。かつて島に来て胎児を作った古のビルダーは、3つの花で胎児に力を与えたという。ほうほう、3つの花で胎児に力を与える。教団によって胎児が枯れた後、オオネズミ、リリパッド、人間の長老は一度に集まり話し合った。ほう、新たなビルダーが島を訪れ胎児を復活させる、その日のためにそれぞれで花の種を保管しようとな。それが迷惑か。新たなビルダーに花の種を渡すこと、それがオオネズミとリリパッド、そして人間が結んだ迷惑だったのだ。
なるほどね。三つの種のうちの一つはわしの後ろの宝箱の中にあるビルダーよ、持っていくがよい。いいのか。俺を信用してくれるんだな。じゃあ持っていくぜ。これが、やりました。白い花の種を手に入れた。はい、じゃあこれを持って早速植えてみましょう。おお、ひょっとしてそれが花の種ってやつか。ああ、そうだな。よし、デカオオネズミに話を聞いたら、そいつを持って行こうぜ。うん。まだ話すのかな。ハーゴン教団が来て、大樹は枯れ、芝の大地はみるみる腐っていった。そうか。そこで、オオネズミとリリパット、そして人間の長老たちは、一堂に会して会議を開いたのだ。そこで出た結論こそ、それぞれの種族が一つずつ種を守り、新たなビルダーに託すという盟約。そう、我々はこの島に再びビルダーが現れ、新たな大樹を作るのを待っておったのだ。俺をな。ビルダーを頼む。新たな大樹を完成させ、島に緑を取り戻してくれ。わかった。よく来たでやんす。大したこと言わねえな。やはり。こいつらに用はない。じゃあ、帰りますか。誰と話せばいいんだろうか。お、ミミズか。はい、どうぞ。ミミミン、お帰り青犬。大樹に力を与える手がかりはつかめた？ああ、花を一つ見つけてきたぜ。花の種か。ミミ、君が持ってるのはまさか。ああ、そうだぜ。え？お、チャコか。青犬さん、三色島から花の種を見つけてくれたんですね。島では何があったんです？ああ、ネズミがいて、そいつに全て教えてもらったよ。なるほど、オオネズミの長老さんがやはり花の種こそ大樹に力を与える方法だったんですね。それにしても島の人間とオオネズミとリリパットに盟約があったなんて驚きました。ああ、噂には聞いてたかな。みんなが花の種を残してくれたおかげでこうして新たな大樹を作れるんですね。そのようだな。今の設計図が出来上がったら早速白い花の種を咲かせて大樹に力を与えてあげましょう。ああ、あの設計図はもうできてるからもう植えるってことかな。とその前にまずは設計図を完成させなきゃいけない。完成してるよ、確か。完成したところに青鬼さんの手で命の原木植えたよ。うん、もう大丈夫だね。よし、じゃあ早速行きましょうか。なんかミミズがまだ話したがってたが、聞いておくか。ミミミン、青犬、君が命の原木を置いてくれたおかげで一つ目の設計図が完成したみたいだよ。うん、そうらしいな。よし、それじゃあ次は白い花の種を咲かせて大樹に力を与えましょう。ああ、そうする。ミンミン、楽しみだな。長いミミズ生の中でも、それは人生に対してミミズ生って言ってるのかな。花を見るのも僕も初めてだよ。なるほどね、ミミズ生。種を植える場所は、青犬さんが最後に置いた命の原木の周りが良さそうです。では青犬さん、命の原木の周り4箇所に白い花の種を植えてください。あ、そうか、決まっとんのか場所が。いかんいかん、話を聞かずに行ったら間違えて植えるところだったよ。ここね、この4つ了解した。白い種を選んで、はい、植えていきましょうか。1つ、あれ、2つ、3つ、そして4つ。どうでしょうか。お、もう生えたよ、花。早いな。咲いたか。もう咲いたよ、花。ミミン、ありがとう、青犬。種から白い花を咲かせてくれたんだ。あ、そうだな。だけど、みんなのおかげだよ、ここまで来れたのは。お花ってすごく素敵です。小さくて可愛らしくて、それでいて力強くて。力強い。お前たち泣いてやがるのか。まったく大げさだな。だって私たち初めてお花を見たんです。だから嬉しくて。そうか。花は咲いてなかったんだな。夜行草とかも綺麗だけど、草か、あれは。うん、なんか、何か、起こったな。わわわ、なんでしょう、今の光は。なんだかお花が輝いて、ミミミ、これで大樹に力が宿ったのかもしれないね。ほう。それにしても、ハーゴン教団の信徒だった我が輩たちがこんなものを作ってしまうとは、どうとお前そんな高いところから、偉そうに。ドアハハ、もはや我が輩たちも立派なビルダーということだ。我が輩はビルド町長としてまだ言ってたのか、お前、このヒゲ。ん、なんだ、この強い力は。なんだ、何か起こるのかな。強い力、敵でも来んのか。違う感じ。
胎児の力か。え、ちょ、このあったかい光は何？ドルトンが何か出したわけなわけないだろ。あのヒゲにそんな力はない。ぬぬ、自覚はなかったが、ひょっとして我が輩の秘めたる力か。違うわヒゲ。はっはっは、バカ言え。あの花が胎児に力を与えたってことだろ。うひゃー、なるほど。それでオーラ的なものが出たわけっすね。キャハハ、すごい。この調子でバンバン胎児に力を上げて、やばいのを完成させちゃおうよ。やばいの。ほう。でかいのってことかな。達成。それじゃあ青犬さん、早速新しい胎児を完成させるための続きの設計図を書いてください。うん、せわしいね。のどーんと思い切って飛び切りの設計図をお願いしますね。分かったよ。まったく人使いが荒いぜ。まあ俺に任せておきな。次の設計図はこれだ。と飛ぶ。うん、胎児の設計図にを描いた。おい、またでかいな。さらに一気にでかなるな。うん、もうこんなものみんなじゃないと作れないよ。頼むわ。うわー、すごいじゃない青犬。続きの設計図が描けたのね。どうやらそのようだ。アニマルは何を伝えたいのかな。キャハハ、この設計図もみんなで組み立てちゃおう。今の私たちなら楽勝って感じだよ。そうだな、今のお前たちなら楽勝だな。組み立てるための素材はもう全部収納箱にありますし、私たちだけでも建築は進められますわ。建築は私たちに任せて、青犬さんは青犬にしかできないことをやってよね。おう、なるほど。俺は冒険の方をね。我らはビルダーとして精一杯青犬さんの設計図を作ります。さあやるぞ。うん、任せた。じゃあ俺は俺でいろいろ探してくるよ。で、次のミッションは誰が知ってるのかな。ミミス、またお前か。すごい青犬、胎児の設計図の続きを書けたんだね。これは超ミミズの僕にもできないよ。うん、そうだろ。設計図の組み立ては引き続き我が輩たちに任せておけ。お主はお主にしかできぬことをするのだ。それじゃあ青犬さん、3種類の花の種のうち2種類目の種を探してきてもらえませんか。うん、そうだな。それはどこに。ミミミ、三色島のもう一つなら僕場所を知ってるよ。うん、まずワープでオークのトマト農園に行くんだ。またオーク。湿地帯を抜けて東に岬がある。その先の小島にきっと花の種があるよ。詳しくはトマト農園のオークさんにも聞いてみてね。わかった。では青犬さん、風のマントを使って花の種を探してきてください。了解。よし、じゃあ行ってくるぜ。よし、じゃあオークにちょっと話を聞いておきましょう。おうおう、お前たち今度は何やってんだ。まさかとは思うが、三色島に来たいなんて抜かさないよな。お前、見てたの、お前。お前は神か。湿地帯を東に抜けると、その向こうに三色島の一つがある。うん。湿地帯を抜け切って、海にぶつかったら、海に向かって左にずっと歩いていけ。ああ、わかった。その先にある岬から飛べば、三色島の一つにきっとたどり着けるぜ。大体わかったぜ。というか、一回行ったことがある、間違って。あれ、なんか多く、またクエスチョン出しとるやん。なんか話すのか。お前たち何やってんだ。同じこと言うんじゃない。くっそ、紛らわしいクエスチョンマーク出しやがって。もう前には話さん。じゃあな、ありがとうよ。じゃあ行ってくるぜ。はい、ここですね。岬に到着しました。明白の黄色い花は草木の微笑み、微笑みは岬より先の地に。うん、この先に島が見えました。では飛んでみましょうか。えいっ。違う。しまった、ボタンを押し間違えて飛べなかった。ただ落下するだけという。戻ります。やれやれ、今度こそ。よし、軽やかに飛べました。いやー、疲れたよ。倍疲れたね。さて、ここには以前間違って来たことがあったが、その時は、こういったイベントは発生してなかったので何もありませんでしたが、今はおっと、アローインプがいきなり現れましたよ。
底なし沼につき遊泳禁止と書いてあるが、ダーロインプどこだ。あの散在しているあのマークか。あちこちにいるからそれを倒せってことだな。そうか、向こうからは襲いに来てくれないわけか。矢を持ってるからね。あいつは指導が倒してくれるな。さすが。次は次はどう行けばいい。とりあえずこっちに行ってみるか。外側から一匹ずつ倒していこう。いるのか。こっちはもういないのか。あ、全然おらん。向こうしかおらんやないか。よし、じゃあちょっと飛び降りるか。あ、さっきのマント使って飛べばよかったんだ、向こうまで。うかつ、無駄な時間を。よっしゃ、あいつだな。目に入ったのが運の尽きだな。死んでくれ。間違えてブロック置いちゃった。何をしているんだお前もな。さらば。そしてみんな死んだら草原の元を出してくれる。ありがたいやつらめ。宝は渡さんって言っとんな。ああ、花のことか。花の種のことやな。あいつらが守っとんのか。お、倒してくれたか。あと8分の5。モンスターを倒せ。あと8分の5。の、撃たれたか。8分の7。あと1匹。あと1匹。あの裏か。隠れやがって。出てこい。あれ遠い。遠いな、最後の1匹。ちょっとシドあそこにジャンプしてポンポンって登ってやっつけてきてくれよ。頼むわ。やれやれ。こんにちは。よし、これで全部倒したかな。アローインプを倒した。そしてハイタッチかな。やはり。よし、魔物どもを倒したな。同じような顔で喧嘩しやがって。同じような顔で喧嘩。うおー、お前たち、オンに切るぜ。どこから。助けてくれた礼をする。さあこっちだ、俺のとこに来な。どこだ。見にくい。ああ、そうしてくれると分かりやすい。ありがとう、そのクエスチョンマーク。で、なんだいお前は。うおー、ありがとう、アローインプたちを倒してくれて助かったぜ。ふんふん。あいつら顔色が悪かっただろう。お前も緑で顔色悪いけどな。あのアローインプたちはハーゴン教団の生きがかった連中なんだ。あ、同じような顔で喧嘩してっていうのはアローインプとリリパッドってことか。迷惑の花の種を奪われなくてよかったぜ。それでお前たちどうしてこの島に。ああ、その花の種を取りに来たんだよ。へえ、お前はビルダーなのか。新しい大樹を作るつもりなんだな。そうだ、協力してくれよ。だったらこの宝箱の中にある黄色の花の種を持っていくといい。その中にこそ迷惑の花の種がある。新しい大樹が完成すればご先祖様もきっと喜ぶ。さあ遠慮せず持っていきやがれ。お前簡単に人を信用するな。いいのか、持っていくぜ。まあ助けてやったからな。違う、取ろうとしたらお前と勝手に喋っちゃったんだよ。クソ、取らせてくれ。よし、これで黄色の花の種を手に入れた。やりました。よし、じゃあ帰って植えるか。おお、それがチャコが言ってやがった花の種だな。うん、そのようだ。よし、リリパッドに話を聞いてから農園に戻ろうぜ。もうちょっと話すのか。まったくとんでもない奴らだぜ、ハーゴン教団の連中は。ああ、まったくだな。奴らこの島がものづくりで栄えてるのを見て、大樹を破壊しやがったんだ。うん、そうだよな。それだけじゃねえ。大切な大樹を鎖風を吹かせる破壊の木に変えちまいやがって。うん、そうらしいな。そして教団がそれをビルダーのせいにしやがったんだ。あ、そういうことなんか。だけどもな、人間があんなにコロッと騙されるとは。ああ、迷惑の相手がハーゴン教団になんかに騙されるなんて情けないったらありゃしねえぜ。みんな騙されてたんだな、ハーゴン教団に。そうか。よし、じゃあ戻るか、拠点に。うん、あれ、はい。誰と話すか。おお、来た来た、ミミズか。ミミミーン、
黄色い花の種を見つけてきてくれたんだね。ああ、取ってきたよ。新しい種も可愛いですね。咲いているところを早く見たいです。すぐ見れるよ。綺麗なお花、マギルさんにも見せたかったな。マギルさんのためにも胎児を完成させなきゃ。そうだな、悲しいな、マギル。もう会えない。そうそう、マギルさんが考えていた胎児に力を与える方法なんですが、どうやら花以外にも方法があるみたいなんです。ほう。全ての実りを集めたものが必要ということまでは分かったのですが、それが一体何を意味するのか。私必ず答えを出します。分かり次第お教えしますから、大いに期待して待っていてくださいね。分かった、待ってるよ。それじゃあ青犬、さっきと同じようにまずは設計図が組み上がるのを待つんだ。うん。最後に君が設計図の場所に命の原木を置けば、この設計図も完成だよ。ああ、達成。うん。もう出来上がってるのかな、設計図は。どれどれ見に行きましょうか。皆さんどうでしょうか。あ、これは、ああ、まだか、まだ、作ってる途中ですね。もう少し待ちましょう。お、命の原木がないだよって書いてある。お、OK。じゃあ、命の原木を。ありました。これですね。じゃあ、こっちですね。はい、取り出して。では、置いてみましょう。あれ。はい。胎児の設計図2が完成した。やりました。こんなにでかなった。青犬ちっちゃ。ハイタッチ。よし。よくやったみんな。もう少しだ。ミミズ。ミミミーン、青犬、命の原木を置いてくれたおかげで、この設計図も完成したね。そうだな、ここまで来たな。あとは黄色の花の種を咲かせて、胎児に力を与えれば、次の段階に進めそうです。そうか、まだ花を。だが、教団の連中が手を出してこないのが気になるな。胎児を作ってること、やつらも知ってるはず。それは教団のいつものやり方というやつかもしれません。ほう、いつものやり方。私、昔々聞いたことがあるんです。教団はいつも人間に一時の希望を与え、もうすぐなんとかなると思わせる。うん。そこを一気に潰して、より深い絶望を与えるんだって。立ちが悪いな。なるほどな。面白い考え方だ。面白くない。趣味の悪い連中だぜ。ますますぶっ倒したくなったぞ。うん。同意見だね。指導さん、青犬さん、教団の動きも気になりますが、まずは胎児作りを進めましょう。黄色の花の種を植えるのは、うん、またその4つだろ。分かってるんだよ。白い花と同じく、命の原木の周りが良さそうです。さあ、青犬さん、命の原木の周り4箇所に、黄色の花の種を植えてください。了解。黄色の花の種を、はい、ちょっとみんな邪魔だよ。はい。2つ。3つ。そして、4つ。完成。で、またすぐ生えるんだろ。やはり、すぐ咲いた。うん。OK。で、またお前たち来るんだろ。ミミーン、やったやった。黄色いお花が咲いたね。僕の次くらいに可愛いや。お前は可愛くない。キモい。花か、どことなくやってそうで苦手だが、この匂いは嫌いじゃないな。うん。昔、モンゾーラはたくさんのお花で覆われていたそうですが、島中がいい匂いに包まれていたとか。へー。新しい胎児が完成すれば、島に緑が戻るはずです。そしたら綺麗なお花畑だってきっと。うんうん。また胎児に力が宿るのかな、この光で。うきゃー、き、黄色いお花から光が。ん、なんだこの気持ちのいい風は。気持ちのいい風、鎖風とは違う。気持ちのいい風が吹くのかな、胎児からは。うん、壮大だね。みんな集まってきた。またもや花の種が胎児に力を与えたようだな。わずかに鎖風を押し返したようだぞ。おお、鎖風を押し返してんのか。キャハハ、胎児からすっごく爽やかな風が吹いてる。こんな風今まで感じたことないよ。へえ。俺たち本当に新しい胎児を一から作ってるんすね。なんか感動してきたっす。わお。そしてアニマルは何を言ってるのかわからない。よーし、あとはてっぺんの部分を作れば新しい胎児の完成ですね。うん、達成。
よし、それじゃあ青鬼さん、新しい胎児を完成させるための続きの設計図を書いてください。設計図3かな。3つに分かれていた設計図もいよいよこれで最後です。じゃじゃじゃーんと素敵なのを書いてくださいね。うん、じゃあさささっと書いてしまうよ。はい、どうですか皆さん、次も働いてもらいますよ。胎児の設計図3を書いた。うん、まあこういう形なんやな胎児。よし、みんな集合。はい、まあ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 、最後となる3つ目の設計図が書けたのですね。ぬほー、これはすごい。これを組み上げれば胎児の完成のようです。うんうん、わかるか。素材は全部収納箱の中に入ってるし、あとは組み上げていくだけ。それが大変なんだろ、お前たち簡単にやってるけど。そうだ青犬さん、胎児にさらなる力を与えるために必要なものがついに分かったんです。ほう、なんだいそれは。前にお話しした全ての実りというのは、今まで作ってきた5種類の作物のことでした。ここで役に立つのか。全ての実りから特別な道具を作って胎児にあげれば、とてつもない力を宿せるみたいですよ。ほう、特別な道具を作るために必要な素材はお教えします。青鬼さんなら作れるはずです。うん、ありがとう。またちょっと研究しておいてくれよ。ドアッハッハ、何はともあれ胎児作りもいよいよ大詰めだ。皆の者、あとひと踏ん張りだ。完成を目指してひた走ろうぞ。えいえいおお、えいえいぬおおドルトン、リーダーシップ発揮してるな。新たなレシピをひらめいた。うん、なんだ。風のしずく、始まりの一葉と野菜で作ったしずく。ほう、でドルトンがなんか話したそうにしてるな。青犬、胎児作りもいよいよ大詰め。我が輩たちもやる気にあふれておるが、うん、どうやら胎児の完成には周りにきれいな水を流し入れる必要があるようなのだ。ほう、きれいな水を。あの乾きの壺の泥水は飽きませんか。胎児も作物と同様、育てるには水が必要ということだろう。胎児となれば水も泥水ではいかん。ミミズンから聞いた話だが、胎児にふさわしいきれいな水は湿地帯の地下深くになら湧いているという。ほう、そこできれいな水探しをお主に頼みたい。我が輩たちはその間に建築を進めておくぞ。了解。さあまずは地図をよく見ながらきれいな水を探し、乾きの壺で汲んでくるのだ。わかった。きれいな水な。そうそう、湿地帯のことはお主に協力的と噂のトマト大好き多くに聞くとよいかもしれん。また多くか。ほんとあいつ何でも知ってるな。そしていつも言ったら分かっているという神のようなやつ。青犬、シャコと話して胎児に力を与えるための風の雫をひらめいたんだね。ああそうだ。なんだかすごそう。胎児にとてつもない力が宿りそうだね。うん、しかし素材の一つにある始まりの一葉というのは一体。そう、それが何者かだ。何なんだ始まりの一葉。でもきっといつかどこかで見つかるっす。それまで設計図の組み立てを進めるっすよ。そうか。じゃあその間に青犬と指導は最後の花の種を探してきてもらえないかな。うん、分かった。湿地帯を西に進むと小さな岬があって、その先の小島に花の種はある。へえ。西ね、今度は湿地帯の西。うん、了解。じゃあまたワープで移動しますか。まずはワープで湿地の入り口に行くといいよ。そこにいる大ネズミに行くといい。ではお願いします。最後の花の種を探してきてください。了解。まあでもそれはまた次回だね。